パワーを、うるせえ。パワーウォッシュシミュレーターやらせていただきます。どういうものかは、わかりません、ね。高圧洗浄機のゲームです。よろしくお願いします。キャリアモード、特別商品。何特別商品って。火星掃除すんの？怖すぎでしょ、このゲーム。時間かけすぎでしょ。なんだこれ。うるせえうるせえこのゲーム。自分よりでかいもの初めて見た。ねえ、部屋の掃除もちょっとちゃんとやんないといけないのよ。なんでこれ掃除してんの。これさ、なんかもっといい方法ないの。は？窓の汚れ取れないんやけど。お前もしかして窓の汚れは0度でいけってこと。絶対そうだ。窓かわいそう。窓のファンから壮絶なバッシング受けちゃうわこれ。大丈夫か。洗浄液がない。なんか洗浄液ないか。なんか取れないのこれ。あ、ごめんごめんごめん、なんか謝っちゃった。なんかないか。あ、この辺なんかいけそうな。なんだこいつ。あーごめん、やっちゃいたくなっちゃった。なんかないか。洗浄液ないの。これか。ちょっとこのハーパー氏を着去したいんだけど。うるせえ。俺裸？これだけなの？裸なの俺。見えてないけど裸っぽいな。オッケー、裸でいくか。お前がやれよ、もうこれ。そう、もう頼んできたやつ、もうこれ全部あげるから。ねえ、ノズルとか全部あげるから。どっかいるだろう。おい、お隣の家か。 お前がやれよ、もうマジで頼むって。ストレフできるか。できてんな。あ、俺も出よう。俺もうこんなとこ嫌だ。家出るかもう。あ、頼む。待って、あれみたいな感じでこれでなんかブッて。高圧洗浄機なんだろう。力で0度か。0度じゃないとダメか。0度でなんかもう水圧で出たい。行きたくない。もうやりたくない。洗っちゃってる。職業病出てる。マジで飛べねえのかよ。スーパーマリオサンシャインだ。ちょっと待って、まず逃げるべ。どっかに。めっちゃ水当たれ。もうめっちゃめっちゃ綺麗じゃん隣の家。なんでこんな家汚い。こっちアホやろ。取り寄る。取り寄らんねえ。水たまれ。ちょ、もう出たいです。私なんかめっちゃ0度ならさ、これさ、あ、待って、これどういう。うわ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 、これ下から水でこうやってあげて上がるだろ。これ上がる。これ上がんない。上がんない。これ下から水であげて左にやったらこの外に出れるっていう。俺が洗ったやつこれ。俺が洗ったやつこれ。なんだこれ。あ、俺の車になってんのかこれ。あざす。はあ、めっちゃめちゃくちゃ何やってんのって言われたら、掃除してるって。なんかうわ、なんか俺今日人と話してさ、今日何やってたのって言われたら、今日掃除してたって言えるじゃんね。今日配信してたよね、何やってたのって言われたら、掃除してたって、洗い物って。めっちゃ言いて。はっ、ちょっと待って、石鹸。お前もしかして紙コメントかもしれん。石鹸巻くことが、石鹸を巻くことに意味がある説ある。ちょ、マジか、それであれだったらマジ紙コメントかもしれん。やるか。一旦この辺だけ巻くか。で、40度で、ちょっと待てよ。普通だったら、こんぐらいしか取れませんね。
そうですね。しかし石鹸を巻いたとこだと、確実に自分の中では辛い出来事ランキングトップ10には入ってく くるんじゃないでしょうか。人生の中でも、なぜ俺はこれをやってる、何度自分に問うたらいいのかがわからない。